ETL Mark III は1950年代に当時の電気試験所が開発した日本初のトランジスタ式コンピュータである。1954年電気試験所に米国留学から帰国した和田博士を部長とする電子部が創設された。1948年に発明されたトランジスタを研究する部門であったが、 その中の回路技術研究室の高橋茂、西野博次らは1955年からトランジスタによるコンピュータの開発に着手した。当時はトランジスタ自体が開発初期の時代であり、使用するトランジスタ数を抑えるため、トランジスタ数の多くなる性的論理方式ではなく動的論理方式を採用した。また論理演算はダイオード論理で行い、 トランジスタは増幅のみに使うダイオード、トランジスターロジック方式である。これは、真空間式という違いはあるがシークと同様の方式である。また、研究施策ということで16ビットワードとし、除残回路も、不動小数点円残回路も持たない構成で、トランジスタ数を減らした。記憶装置としては、水銀遅延線の扱いにくさを回避するため、広角ガラスを倍出とした。 遅延線メモリを使用している。1956年7月には動作するようになり、日本での電子計算機としては、フジックに次いで2番目、トランジスタ計算機としては、日本初であった。世界的に見ても、最初期のトランジスタ計算機である。M3 は点接触型トランジスタを使用していて、動作は高速だったが、点接触型トランジスタの信頼性の低さに、 由来する故障が多かった。そこで速度は犠牲になるが信頼性を高めるために接合型トランジスタを使用したマーク4の開発が始められた。商用化を考慮し事務用途で使われることを想定して BCD を基本方式としている。メモリアドレスまで BCD3 桁で表現していた。メモリはクロックが遅いため不利になる。遅延式は止め。 次期ドラムメモリを使用した。機械部分はジャイロコンパスで高速回転体の経験のある北新電気製作所に、自生体はテープレコーダーの等通行に開発させた。容量は1000ワードとした。1957年11月に完成し、これをもとに電気メーカー各社が製品化している。また、マーク4を利用した機械翻訳機、ヤマトが開発された。 その過程で、文字認識装置も開発されている。ETL Mark II。国立科学博物館の展示。数字としては、M ー a r k III 以前に、Mark I と Mark II があることになるが、ETL、Mark I と Mark II はリレーを利用しており、電子計算機ではない。リレーの特性のために非同期論理回路を採用するなど、Mark III 以降とはつながらない点も多い。ありがとうございます。